皆さんこんこにちは今日の動画は結構刺激的な内容があったりするのでもし子供の人いたらまあ親の指導のもと、えー、ちょっと決めてもらいたいですね。まあまあ、そこまで変なのは映そうとは思わないので。 あのやばい系のやつは全部モザイクとかかけるんで、まあそこは大丈夫やけど、もし内容的にもちょっとあれやと思ったら、まあんま見せない方がいいかもしれません。はい。何の話をしていくかというと、皆さん、リア・トーマスって覚えてますかえっと、過去に2、3回手拭りで動画出したことあるんですけど、リア・トーマスが誰かというと、えっと、トランスジェンダーの、えっと、水泳選手っていうことで、生物学的に体的には完全に男やし、おちんちんもついてるし、いろいろ <laughs> 全てが男なんですけど、 私は女の子だっていうことによって、女子水泳に混ざるということで、えー、女性の人たちのメダルを奪って、奨学金を奪って、場所を奪って、そこに留まらず、更衣室も女と一緒のところがいいということで、えー、女性選手、女子選手たちと一緒に、 ロッカールールムで着替えていますでさっきも言ったけどチンコついてるので普通にそれを見せびらかすように歩き回ったりしてるんだってそういう証言がもういっぱい出てるんですよ。でそういうことに対して文句は決して言えないその女子選手たちはなぜかというとそれに声を上げたら今度トランスフォービックとか、えっと、反 LGBT とかいろんなレラベルをつけられて、えー、もう反対される世に反対される嫌われるっていう意味で、まあ、すごい多くの女子選手が。 been silenced すごい沈黙させられてる黙らせられてるんですねでもその中でも声を上げてる有名な選手がいてそれがライリーって言うんですよで彼女も俺の動画に過去に出したことがあるんだけど出演してもらったわけじゃなくて彼女が最近インタビューを受けたのある、まあ、メディアのねでそのインタビューからあるジャーナリストみたいな人がすごい奥深くリア・トーマスについて調べて彼がどういうことを に関連してるのかっていうのを調べたところ、もう衝撃事実が浮き上がってきたんですね。えー、それをまシェアしていきたいと思います。すごい過激な内容もあるし、全部はもう教えきれないんですよ。多すぎてもうすごいことか。だからちょっと選んであのまあ伝えていきたいんですけど、なんかこれはリアトーメスを本当にバカにするとかそういう屈辱するとかそういう意味で通ってなくて、もちろん彼のために祈ってほしいんです。 彼がイエスサミであって本当のアイデンティティをイエスサミに見つけてそして男としてしっかり生きるそして女性の権利をこれ以上奪わないこと女性のメダルをこれ以上奪わないことこの女子,女子スポーツっていうのは本当に今脅威にあるから本当にあの女性の活躍する場所を奪われ始めてるからね男によって、えー、だからそれにちょっと焦点を当てたいしみんなもそれに対して祈ってほしいしあのリア・トーマスはただ単にそういうちょっと性的に混乱していて あのスポーツがしたいだけななんだだっって思って思いいるる人もいるかもかしれないのだけど実際はそうじゃないんだって彼は本当にすごい性癖を持っていてすごい大変な状態にいるそして暗いことに活発に活動しているすごい悪魔的なことをしてたりするっていうのをちょっとそこにフォーカスを当てたいと思いました「えっと、エペソビトへの手紙」の5章11節にこう書いてあります「身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないでむしろそれを明るみに出しなさい」もうそれを しなきゃいいいけななと思いますなぜならこういうのにはもう黙ってはいられない、クリとして、そして特に女性の方たち、もうこれは本当にあなたたちに対するもう戦争みたいなもんだからもう声を上げなきゃいけないですよ、女性であるあなたが、本当にこのままじゃ日本にもこういうことが起きてくるし、もうすでに起きてるかもわからない、だからすごい脅威を持って、なんか問題視してほしいと思って、この動画を作ってますね。 ですので、まずこのジェイク・クレインというこのジャーナリスト的な人がいるので、まあ、彼のツイッターをちょっと紹介していきたいんですけど、まずリア・トーマスのインスタグラムを調べたのね、リア・トーマスって、えっと公のインスタグラムとプライベートのインスタグラムって2つを持ってるんですけど、このプライベートのインスタグラムを調べたんですね、そうすると、もうすごい、いろんな恐ろしい投稿にいいねをしてたり、い、ま、ろ、あ、んな。 怖い情報が出てきたり浮き彫りになってきたりしてるんですねでリア・トーマスはまずこの AGP っていうオートジネフィリアっていう、まあ、男が自分は女であるっていうことを想像して快感を得るっていうなんかそう,いうそういうものがあるんだってでそういう系の投稿にすごい多くいいねをしてたりであとは女に扮した男2人がこうちょっと性的なことをしてるような投稿に。 いいねをしてたりこのリア・トーマスにはあのトランスジェンダーの女って言ってる彼のももうねもう難しすぎるめっちゃ難しいえっとですねでその人とのいろんなやり取りも,もう恐ろしいものがたくさんあってまあ写真本当に見せられないような写真をたくさん一緒に投稿してたりそのリア・トーマスの彼女、まあ、男だけど彼女は えー、もう超性的な投稿をしてたりそれにとどまらずリア・トーマスのパートナーがすっごい悪魔的な絵を描いてで皮肉なことにこの投稿を見てもらうと分かるんだけど西洋の文明を壊す代表リア・トーマスみたいなことを描いてるんですよね皮肉なことにでほんにそうなんです LGBT のこのアジェンダって本当に文明を滅ぼすだからすごい皮肉なんですよまさにアーメンなこと言ってるんですよね自分の パーーートトナーであるリア・トーマスに対して、えー、そして、まあ、この2人が今付き合ってるみたいなことを言ったんですけどもうそれ以上に何人かでそういう性的なことをしてるようなことを示唆する投稿がいっぱいあったりってもう本当に尽きないんですよあもう一つ紹介したいのがちょっと気持ち悪いんですけどあのこのパートナーとリア・トーマスがあの、まあ、この絵文字を。 キャプションにつけた投稿があるんですよその投稿のところにこう手術された写真があってまあ分かりますよね多分金玉を2人とも切ってでもチンコはついてるみたいな What what? is going Like, on, Roy? Like, what? でもっと気持ち悪いのはこのリア・トーマスのパートナーがその映、まあ、せないんですけど金玉であろうものをこの透明の容器に入れて写真を撮ったりしてそういうのも投稿してるんですよ もうね気持ち悪いですよね。ごめんなさい、本当にこういうことをもう言いたくもないんですけど俺はシンプルにこの彼がどういうものなのか本性を教えてほしいだからそういう彼がだよそういう状況にあるそういう性的な混乱にある彼が女性たち他の女子選手たちと一緒にロッカールームを使ってるんですよ自分の賃貸を見せびらかして興奮してるんですよ でそれを見て不快に思ってる女子たちが黙らされてるんですよこういう NCWA このアメリカの水泳協会とかに黙らされてるのでもこういう,もう腐敗したスポーツの、えっと、団体とか協会とかはこういうトランスジェンダーアスリートをもっともっとウェルカムしようとしてるのさでそれにつれてより多くの本当の女性である選手たちが追い出されてあのその場所を奪われて、えっと、立場を奪われて えっと機会を奪われてってもうこういう人ばっかりなんですよで少しでも声を上げたらこの人たちはもうバッシングされるのボイトカットしろみたいな応援するなみたいなほんまに言ってんのってここに俺らの今の文化は来てるんだよ感謝のことに日本はまだここまで来てませんハレルヤやけどもアメリカはもうこのウォークアジェンダによってこの LGBT アジェンダによって本当の女性たちの場所奪われつつあるんですよほんまにこれはね皆さん怒るべきことですよ怒るべきこと クリスチャンであろうと、がかろうと、もう当たり前のこの男と女っていうものがかけさせて,てるこの世の中で、本当に常識を話していかないといけないんですよ。当たり前にお前は男やろって。女と男は別で、男には生物学的な有利さがあるんやって。もうそういう当たり前のことを声上げていかないといけない時代なんですよ。もうこういうのを話してる時点でもうおかしいですよ。 やけど、そういうの話されてもわからない世の中へ、ようこそ、Welcome to 2023ようこそ2023年へという感じですよ。今回は、リア・トーマスの、もう恐ろしいその性癖、こういう性的な状態を言いました。それは本当に、女性である方たちがもうパニックを起こしてほしいんですよ。もうこれが来てるんだって。こういうやばい人たちがあなたたちのロッカールームに、 更衣室にそしてトイレまでにも入ってきてるんだっていうことを言いたいですどう思いますか最近ロサンゼルスの大きな空港では女子トイレに立ち小便器が建てられてるんですよ Okay so I'm going into the women's bathroom check this out putting urinals in the women's bathroom urinals <noise> これ普通ですか s <S 男が自由に女子トイレに入れる時代が来てるんですよこれも全部多様という名においてただ単に女子トイレを使いたいキモい男たちが入ってきてるんですよである動画では男が あの職員に何で女子トイレ使ってんのってもちろん女装もしてない男だからねそしたらその男がその職員に向かって何でお前は俺がトランスジェンダーじゃないってわかるんだって言うんですよこういう時代に来てます皆さん今声上げなくていつ声上げるんですかもうしっかりこの神様が与えた性の,あの役割この男と女っていうのは神様が与えたものだっていうのをしっかり理解して受け取ってくださいもう主の創造があったから男と男女って分かれてるんですよもし進化でたまたまま 男ができて女ができてってなったらもうそれもあのはっきりしないからもう全部ぐちゃぐちゃやからでも神様がはっきり男と女に俺らを想像したんですそれを受け入れましょういろ確かにいろんな混乱してる人はいますだからその人たちをバカにするのがよくないあのケアしていく必要があるけどでも性は変えられません性は変えられませんいくらチンコを取っても変えられませんこれはもう俺もずっと話してきました思春期を男として歩んだならもうそれだけの筋肉量があってそれだけの骨格があって明らかに違いがあるんです 親であるあなたは自分の娘が男と一緒にスポーツすることを許しますか実際めっちゃ大怪我してる人もいるんですよ。これに目をつぶったらあかんでほんまに。っていうことをちょっと話していきました。これはもう戦いです本当に。祈って対抗していかないといけないです本当に。マジで。本当に LGBT ウェイーイ多様性ウェイーイとか言ってる場合じゃないですほんまに、まあ。あなたがターゲットにされるから、あなたが被害に遭うから。OK? 身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。ハレルヤ。神様が作られたこの秩序を大切にしていきましょう。混乱の神じゃないです、俺らの神は。ハレルヤ。見てくれてありがとうございます。ぜひリアートマスのために乗ってください。ハレルヤ。感謝します。g o d bless you, m a n See you in the next video. Ciao, ciao.